が濃いね。なあ、この中を進むのかい？絶対に迷うと思うんだけど。誰かが空から道案内でもしてくれりゃいいんだがな。この霧じゃ空からは何も見えないよ。まったく、君は無茶を言うよね。迷うだけならまだいいさ。どこから何が出てくるか分かったもんじゃない。ええ、いつ何が現れてもいいよ。備えておかな。してくれねえか。キュウ、ボクちんも帰ろうと思ってたんだけど、森には魔物がいっぱいで帰れないの。静かにしてれば魔物に気づかれることもないと思うけどね。まあ細かいことはいいさ。私らも森に用があるんだ。魔物の相手は任せておくれ。あのマスカラは必須アイテムなのかな。ずっと振ってるけど、マスカラじゃないか、なんて言うんだっけあれ。ついてきてっていう感じだね。あ、通れるんだここ。あ、本当だ。骸骨だ。ポックリンが、あ、ボックリンか、ポックリンじゃない。ポックリンは死んじゃった人だ。ポックリンがやられてしまったらゲームオーバーだこれね。さあ片付けた。おお、えぐいの来た。あー、頭にだ、頭だけで飛んでくる。やっつけた。でかい。ヒノックスの骸骨か。うん、やべ、食らった。
なんだろう、コンタクトレンズ探してんのかな、これ。お、やっつけたここを抜ければ森らしい。なんだこのドロドロ。怨念の沼を消す方法を探せ。多分この4方向光ってるやつにその怨念の沼の正体のやつがいるんだ。さあ操作できるようになったよ今回から。足遅い足遅い。コログを集めて一緒に攻撃、 ZR でコログを一気に出現させる。あ、なるほど、そういうことね。うわっ、これ迂回しなきゃいけないのか。至るとここの怨念の沼だらけでなかなか行けないよ。最短距離で行けない。さあここだ。おお、これどうやって叩くの。水の中入れるか。近くにウルボザいるな。ウルボザと変わった方がいいかな。あ、いや、やっぱでも強いな。いけー。あ、もういけるかな。よっしゃ、いった。これで一つ。あ、全部消えないんだね。一部消滅した。さあここでちょっとキャラクター変えよう。ウルボザじゃない。お、もう戦ってた。ゼルダ何気に強いよな。入った。どうにか倒せた。次はウルボザの原因か。うわー強そう。なんかあ、だけどウルボザちょっと隙が大きいね。結構攻撃が大振りだから。うわっ、これは入るか。よし入った。
これは爆弾か。かわいい。これで全部消したね。さあ、強いな。一瞬で飛ばしていくね。それはいきなりがきっついな。ゼルダは戦わないのかな。これで動きを止めて今のうちに。おお、これでどうすんだ、どうすんだこれ。
わあ、また出てきた。これあれじゃない、なんかやろうとしてない、なんか早くやっつけないととんでもないことになりそう。あれ、全員やっつけたけど、あ、これで決まるかな。決まらない。でももうフラフラだね。おお、まずい。外した。敵の動き止めるあの技、そこそこ近づいて撃たないと入らない。入ったか。やっつけた。大事ない、その剣こそ厄災討伐の要たる大魔の剣。主は今剣に選ばれ、厄災を打ち倒す力を得た。ハイラルの姫巫女よ、焦らずともよい。いずれ道は開けよう。はい。すまぬが、わしはしばし眠らねばならぬようだ。今の主らならば、いかなる運命にも打ち勝てよう。ハイラルの新たな未来よ。さっきのアストルとの戦いでレベルがめちゃめちゃ上がった。レベル17からレベル20に上がった。嬉しい嬉しいぞ。さあ、それでは次回、ここハテナハテナになってるけど、これどこの場所だろうね。うん、をやっていきたいなと思います。